フィオレンツオーラ・ダルダは、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州、ピアチェンツァ県にある、人口約1万5千人の基礎自治体。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。フィオレンツオーラ・ダルダには、以下の分離集落がある。フィレンツオーラは、繁栄を由来とし、ディ・アルダは街を流れるアルダ川を由来とする。その名の通り、中世において、パルマとピアチェンツァの間で栄え、 1300年頃制作されて1400年頃に改修された聖、ボニファーチョの記念碑や、聖フランシスの教会、ベルディの劇場といった建造物に名残が見られる。フィオレンツオラ・ラダルダは、280年ことまでは小さな村落だったが、ローマがガリア人らを定住させ、744年頃には勢力を拡大し、イタリアに侵入したフランク王国の征服地として、 重要な文書に名が記される存在となる。フランク王国が分裂し、中フライク王国、ロタリンギアを経て、イタリア北部は都市国家が分立する状態となり、923年頃からフィオレンツオーラダルダはパルマとピアチェンツァとの間で発達した。ありがとうございます。